ルナです。今日はですね、3日前届いたポップレンズというカラコンを紹介したいと思います。ポップレンズは韓国のカラコンの会社ですね。それでは始めましょう。まずはシークレスというカラコンですね。ボリューム2ナチュラルブラウン、こんな感じです。ワンデイ、柔らかいカラコンですね。あと UV カットも入ってます。 DIA は 14.2 です。絶対に手をきれいにしててください。すごい薄めで、ちょっと緑っぽいブラウンかな。キラキラになってます。これは入れているやつと、ここはまだ何も入れてない状態です。はい、どうですか？大きく見えますよね。かわいい、こんな感じです。明るいブラウンな感じですね。コーラルブラウンというカラコンですね。コーラル系ですね。なんかちょっと赤いも入ってますし、緑も見えます。緑とブラウン、絶対に可愛くなります。いきますよ。色は自然な感じですから、仕事にも学校にも使っても大丈夫そうです。はい、次。やばい、動画撮ってなかったんです。まあ、使っているのスパニッシュブラウンというカラコンですね。めちゃくちゃナチュラルです。薄めで何も入ってない感じに見える。大きさは同じぐらいですね。そんなに変わってないと思います。自然な感じ、綺麗に見えます。はい、こんな感じでした。シースルーみたいですね。あ、待って、痛い。バニッシュのシリーズのモデルさんはブラックピンクじゃないですか。かわいいよね、 K-POP 系。次、スパニッシュグレイ DIA はまた同じで 14.5 になります。開けましょう。グレイのカラコンはいつも使っていたカラコンです。スパニッシュシリーズのカラコンはすごい薄めな感じですね。めちゃめちゃシースルーだけど、見てください。はい、これで白っぽいですね。いきます。かわいい。これ入ってない状態で入ってます。そ
そんなに大きくしたくない方におすすめです。はい、次、入れていきます。綺麗。大きさは結構大きいでバッチリになってますね。赤ちゃんの目みたい。こんな感じです。これはデートするときおすすめです。て、ちょっと人形っぽいじゃないですか。目すごい丸く見えます。可愛くなりたい方におすすめです。絶対使ってみてください。色はなんだっけ、コラルグレイと言います。ワンデー、柔らかいカラコンです。次、ラストですね。ラストはナチュラルグレイです。こんな感じです。色は強いですね。色入れていきます。見てください。私の一番気に入ったものは多分最後のナチュラルグレイと自然な感じのスパニッシュブラウンのカラコンは一番好きだった。皆さんはどう思いますか？気に入ったカラコンはどれですか？ぜひコメントで教えてください。以上ですね。いろんなカラコン使ってしまったのでこれを使います。アイドロップです。モデルは橋本環奈さんですね。すごい可愛いと思います。と使った後目すごいピカピカになって気持ちいいです。次の動画でまた待ってます。ぜひぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。バイバーイ。